して、どちらですね、その前提となる条件のアテレートをどのぐらいに持ってくるのか、そこも一つです。あの、エンタパによると、両手客体の企業の使用力、これも大事になってますね。あの、日銀さんからの大企業の製造業、これのですね、想定のアテレート117円の頭なんですけれども、実はですね、今日都内で開かれた大和証券のエコノミスト懇親会に行ってきたんですけれども、いろいろお話を聞いてきました。で、そこでですね、同社のシニアストラテリストの、石黒秀幸さん、この方はですね、村田製作所、あるいは日本電車など、世界で一つしかない技術、まあ、そういった精神力がある企業が、まあ、円高になってもどんどん予想できるんではないかと。で、そういった力がある企業と、まあ、そういった力がない企業の二極化が今後ははっきりしてくると。で、まあ、そういった、まあ、円高はですね、いわば、リトマス現象みたいなものだと、まあ、こういうふうにおっしゃっていました。で、まずは明日のですね、吉川電機、そして週明けの日本電産が、まあ、どういった数字、まあ、そういうのを出すあの数字の予想ですとか、想定化するレート、まあ、この辺りに注目したいと思います。江戸川のアイコンビンは取締役会に対し、中核子会社である江戸川イレブンジャパンの社長を務める小笠取締役が社長に統括する人事案を発表しました。長年グループを進めてきた鈴木会長選手の利用は退任しました。来月末に開かれる株主総会を経て、全体制が発足しました。熊本県を中心に相次ぐ地震の被害は、熊本県によりますと、死者が46人、被災避難者はおよそ11万7000人となっています。こうした中、熊本空港は今日、羽田や大阪発などの合計18便の運航を4日ぶりに再開しました。政府は来週にも被災地への激甚災害指定を閣議決定する方針を決めました。菅官房長官は記者会見で、被害に遭った拡大支援は1日も早く回復するように努めるのが政府の役目だと強調しました。日本百貨店協会が発表した3月の全国百貨店売上高は、前年ベースで5277億円でした。既存店ベースでは1年前と比べて 2.9% のマイナスと、2ヶ月ぶりに前の年の実績を下回りました。条件別では、医療品が 6.7% 減った一方、雑貨は 2.6% 増えました。で、あれから百貨店の売上高、これが2ヶ月ぶりに減少したものですね。はい、3月はですね、中旬以降、後半にですね、ちょっと肌寒い日が結構あったんですね。で、まあ、そういうのが影響して、春物の、まあ、医療品が、まあ、6.7% 減と、5ヶ月連続マイナスとなったほか、カバンですとか、靴ですとか、アクセサリー、こういった、春を意識したものもですね、まあ、身の回りに、こういったのが 4.9% 減と、これが4ヶ月ぶりのマイナスとなってしまいました。3月は、訪日外国人客向けのですね、年間売上高が 13.2% 増の、まあ、およそ157億円だったんですね。で、購買客数は3割増の23万人だった。で、これらはですね、3年2ヶ月連続のプラスだったんですけれども、まあ、単価の方が、客単価の方が、13.6% 下がってしまったという、そういう状況です。それは、供給端の減速を背景とした、こう、インバウンドの伸びの増加というふうに言えるんです。これは難しいところなんですが、まあ、中国からのですね、訪日のインバウンドの方のお客さんが非常に多いわけなんですが、需要の先行きは、まあ、透明感もあって、慎重な見方が出ています。ただですね、明日先の統計が明かされるんですね。1つが3月3月の、訪日外国人客数。で、もう1つが、